はい、星の王子ゆうちゃんです。今日は、整体師さんからのご質問です。整体をやっていて患者さんですねに整体をするんですが、どうしてもいい状態をキープさせることができませんと、何かアドバイスがあればお願いいたしますということですね。施術をしたその時はいいけども、やっぱすぐによく悪くなってしまうということですね。これはですね、いろんな原因があると思います。もちろん触れ方とかね、そういうのもあるんですけども、そもそもですね、いい状態をキープしようとする考え方はしない方がいいです。というのもキープできません。なんでかって言いますと、人間っていうのはもう整体院の一歩外出たらあらゆる外部要因がありますね。外部環境、人と会ったりとか、それこそ地球の重力とかね、地球が自転してたりとか、そういう自然環境の影響もあるので、常に一定の状態、いい状態をキープすることはまず人間の体は不可能なので、そういうふうに考え方をチェンジしてください。で、その都度変化させていくっていうのが、整体ですので、まず同じ状態をね、いい状態をキープしようとする発想はやめた方がいいし、いい状態をキープさせようと患者さんにもさせない方がいいです。その都度自分で気づいて、感じて気づいて、自分を変化させていくっていう風に患者さんも指導してあげてください。でないと、いい状態、このせっかくやってもらったこの状態、いい状態をキープしようとしたらもう固まりますから。なので、気づいて、感じて気づいて、その都度体の不具合出たら変化させていく、不具合が出る前に変化をさせていく、いい状態を作っていく、新たに創造していくっていう風にね、考え方チェンジしてください。いい状態をキープするというのはもうベクトルが過去に向いてますので、過去のあのいい状態をキープするということですから、人生は今から、体も今から未来にしかないので、ですので、その都度変化させていくっていう考え方を自分に入れて、またそういうふうに患者さんも指導していくようにしてあげてください。そしたら結果として言葉で言うといい状態がキープされますので、ぜひそういう風にしてください。今日の話は以上です。ご質問ありがとうございました。